はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ブレイブフェンサー武蔵伝ですね、24回目やっていきたいと思います。前回ラストにですね、次回23回目ですって言ってましたけども、24回目の間違いです、ごめんなさいね。であれからですね、ちょっと部屋は戻ってきて一眠りしてからの状態になります。はい、逃げられた後のね、偽物ということか、はい、面会だいぶ揃ってきましたけどね。誰か、あ、そうそうそう、これで音楽が楽しくなりますね。はい、もう全員あったかな。それでは、あ、ごめんなさいね。はい、でですね、次何したらいいかっていうことなんですけど、ラストの五輪の書をね、探さないといけないと。おや、また武蔵くんじゃないか。はい、ということでね、みんな返してくれたんですね。はい、で、もう一回ですね、どうも、こんにちは。若い頃よく家内と出かけた思い出の場所、村の直貯水池にある秘密の洞窟に抜けると、とても見晴らしのいい高台に出れたと。あー、ライスさんに冷やかされたものだとね。はい、ということで、その貯水池にね、向かいたいと思います。その前に買い物だね。あら、はい、合わなかったね。はい、貯水池に到着しました。で、ここですね。まあ、気にせず飛んでいきます。
こですね。はい、ということで、ほい、天井に穴が開いちまったぞ。壁を、あ、ごめんなさいね、喋ってましたね。はい、で、よじ登っていきます。そうするとですね、はい、こういうところに出ます。ここにもミンク出てくるんでね、またちょっと要チェックなんですけども、あら、登れないはい、ここに、発生させ向かい風に対抗できるということですね。はいいんですけど、どうしよう、あら、ダメかな戻れないか。うん、じゃあちょっと一旦こんな感じです。あー、これじゃない風の巻きだ。はい、うん、こんな感じでね、落ちていくことができます。お姉さま、この子なら前に会ったことあるわね。確かフリーズパレスで。何のんきなこと言ってんのよ。この子が武蔵よ。あたいたちが探してるレイガンドの持ち主の。あら、そうだったの。まさかこんなチビがそうだったなんて。こう見えてもあのバンビ兵を全滅させるほどのパワーの持ち主なのよ。天然ですね。へえ、やるじゃない。でもそのパワーもレイガンドのおかげなんじゃないの。さあ、気を失っているうちにさっさとレイガンドをいただいちゃいましょう。チャンスよ、チャンス。そうね。いってん、どこだここは。何してんのよ。あら、やった。あたいとしたことがつい。ついじゃないでしょ。レイガンドをこの手にするせっかくのチャンスだったのに。だって怖かったんだもの。しょうがないじゃない。姉様だって怖かったくせに。なに、逆切れなわけ。子供はこれだから嫌なのよね。一度ビンチョフィールドに閉じ込めちゃったら、そう簡単に解放できないって分かってるでしょうに。まあいいわ、帰ってテキーラ総統に報告させてもらうから。そう通ったら最近ボルドーの間抜けぶりやウォッカ大佐のこととかで機嫌悪いみたいだから、どうなっても知らないけど。お姉さま、それだけは許して。待ってよ。はい、ということでね、自分でレンガンドで破ることができますんで。はい、いきなりなんてことしやがんで。もう一生出れねえかと思ったぜ。ちくしょう、ルコアールの奴らめ、レイガンドはそんなに欲しいのか。一体このレイガンド、五輪の書を全て集めたら何が起こるっていうんだ。いっか、おいら考
考えるのは苦手だし、全身あるのみだぜ。はい、ということでね、変えちゃいましょう。あれ、どこ行った？さっきの高台のとこのミンク倒すの忘れてましたね。ああ、捕まえんのね。というか存在すら忘れてました。はい、よいしょ。高田から村に戻るとね、またちょっとイベントが始まる。こんな感じですね。なんですけど、ね、一度ちょっと民区捕まえにね行きたいと思いますので、ちょっと無視ですね、しばらく。うん、あと4時間間に合うかな。したね。はい、ミンクさん、あれ、相変わらず捕まえにくい。あら、来ちゃった。あれ、よいしょ。あら、はい、来よったね。はい、これで450かな。でもあと1匹だったと思うんですけどね。調整位置から変えるのしんどいからこっちから行きましょう。どっちが楽かな。まあいっか。まだね、最後のミンク捕らえてないはずなんで、マザーミンクは出てこないはず。うん。ああ、もうめんどくさいな。
しょう。はい、ホッピングですね。よいしょ、ちょっと戻りましょう。はい、ではですね、次のイベントに入る前に一度ちょっと休憩を取ってからセーブして挑みたいと思っております。とりあえずお城入ります。で、眠気取って、はい、で、外出ます。で、そしたらですね、ここでちょっと終了させていただきます。ブレイブフェンサー武蔵伝24回目でした。では、さよなら。